こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も知られざる激戦を紹介していくよ。今回は何の戦いを紹介するんだ？前回まで北アフリカ戦線を解説していたな。そうだね。次はどこになると思う？イタリアか。そうだね。今回からはイタリア戦線を解説していこうと思うよ。今回はその第一弾として、アペニン半島の南に位置するシチリア島に、連合国軍が上陸したハスキー作戦を解説していくぜ。興味が湧いてきたな。それまでの経緯を含めて解説をお願いするよ。解説していくぜ。連合国軍が統治作戦で北アフリカに上陸して間もない1943年1月、モロッコのカサブランカで米英首脳の会議が行われたよ。いわゆるカサブランカ会談、ね。この米英の会談の結果、イギリスが主張する、北アフリカ制圧後にシチリア方面への侵攻が決定されたよ。アメリカ側は英仏海峡を突破してのフランス上陸を主張したようだけど、それを行うには戦力が足りないとの結論に至ったようね。この作戦には連合国側にとって3つの利点があると考えられたよ。まず1つ目は、ジブラルタルからシチリアを経て、スエズまでの海上交通路の安全が確保されること。2つ目は、ソ連と戦うドイツの注意がそらされること。これはスターリンの要請にもかなっていたよ。第2戦線を作れってずっと言ってたものね。そして3つ目は、うまくいけばイタリアを戦争から脱落させることが、できるかもしれないということであったよ。いいことずくめね。対シチリア戦の最高司令官は、アメリカ陸軍大将ドワイト・D・アイゼンハワーが着任し、ハロルド・アレグザンダーイギリス陸軍大将が副司令官と、実戦部隊である第15軍集団の司令官を兼務したよ。この第15軍集団にはジョージ・S・パットンの指揮するアメリカ第7軍の4個師団、そして北アフリカでロンメルと戦い続けた、バーナード・モントゴメリーの指揮するイギリス第8軍の4個師団と2個イギリス強襲コマンドが含まれていたよ。このうち、モントゴメリーの A 第8軍は東南東部へ上陸し、米第7軍がその左翼への上陸が計画されたよ。米軍で左翼を守りながら A 軍がメッシナへ前進し、枢軸軍の退路を断つ計画だったんだ。この時の独位軍の様子はどうだったのかしら？北アフリカを疾患した時点で、ドイツ南方総軍司令官ケッセルリンクと、イタリア軍部はシチリア島へドイツ軍の誇る機動兵力を送る必要があると考えていたよ。ヒトラー自身も情勢の悪化を受けてその準備を進めていたものの、イタリアの指導者ムッソリーニがこれを断ったよ。イタリアはイタリア人が守ると主張したいのね。シチリアに展開するイタリア軍は15師団近くを数えたものの、大半が守備用の2009師団で戦力としては信頼性に欠けるものであったよ。最終的に、もともと北アフリカへ輸送予定であったドイツの第15装甲敵団兵師団と、ヘルマン・ゲーリング装甲師団がシチリアに送られたよ。しかしムッソリーニはこのドイツ2個師団がドイツ軍司令官の下で行動することを嫌い、イタリア軍部隊と共にイタリア第6軍司令官の、アルフレッド・グッツォーニの指揮下に置いたよ。また、ドイツ軍とヒトラーも完全に連合国軍の、動向を掴んでいたわけではなかったよ。偽の計画書を携行するイギリス将校の死体を、スペインの沖合で海中に投下するミンスミート作戦をはじめ、連合国軍があの手この手の欺瞞戦術を講じた結果、ヒトラーは次の上陸はサルデーニャ、もしくはギリシャと考えたのぜ。このような中で、連合国軍のシチリア島侵攻が開始されようとしていたよ。1943年7月10日、シチリア島侵攻作戦、ハスキー、が発動。夜明け前の連合国軍空挺部隊のパラシュート降下に始まり、約2600隻の艦船がシチリア島へ米英軍8個師団を運んだよ。ちょうど独ソ戦線では、クルスクの戦い、が行われている頃ね。上陸に先立って行われた連合国側の空挺降下は、ひどいありさまであったよ。北アフリカの基地を発進して間もなく強風にぶつかり、飛行編隊はシチリアに着くまでにバラバラとなってしまったよ。英米の空挺部隊はあらゆる方位にばらまかれ、しかもその大半が目的地から遠くそれて着地したのぜ。さらに海に落ちてしまった空挺隊員も多くおり、シラクザの南にある橋を確保するのに約600名が犠牲となったけど、犠牲者の多くの死因は溺死であったよ。その一方で、広範囲に空挺部隊がばらまかれる光景を見た枢軸軍は混乱したよ。おびただしい数の空挺部隊降下の急報が司令部に寄せられ、数万人規模の空挺部隊が降下したと見積もる者もいたほどであったよ。しかし実際に降下したのは4600名に過ぎなかったよ。次に、敵前上陸を敢行した地上部隊に目を向けてみよう。アメリカ第7軍はリカータ、ジェラ、スコリッテに上陸。ジェラでは激しい迎撃に遭うも明け方までに町の占領に成功。リカータではイタリア軍部隊が町を放棄していたので、ほとんど抵抗を受けることなく制圧することができたよ。A 軍はもっと順調であったよ。A 第5歩兵師団はシラクザ港をほとんど抵抗を受けることなく、制圧することに成功しているよ。イタリア軍は何をしているのかしら？
地上部隊に異変が生じたのは、上陸当日の日没前であったよ。イタリアの歩兵師団リゴルノがアメリカ軍上陸地点に対し前進を開始。同時期にドイツのヘルマン・ゲーリング装甲師団も、同じく米軍兵の前進を開始したのぜ。しかし、通信網が連合国側の砲爆撃で寸断された影響で、この2個師団はほとんど連携が取れなかったようだよ。結果、歩兵師団リゴルノは米軍の白輪弾攻撃と、沖合の巡洋艦2隻、駆逐艦4隻の艦砲射撃で吹き飛ばされたよ。ヘルマン・ゲーリング装甲師団はジェラの北方から迫ったものの、こちらも艦砲射撃に苦戦してしまっていたよ。駆逐艦の 12.7 センチ砲でも地上部隊からすれば重砲だものね。同装甲師団はアメリカ軍1個大隊を粉砕し、数百名を捕虜にする戦果を挙げるも、アメリカ予備部隊の抵抗によりドイツ軍も後退したよ。翌日、ヘルマン・ゲーリング装甲師団は再度攻撃を敢行。数量のドイツ軍戦車が海岸から2キロ以内まで突入し、上等歩兵の攻撃態勢に入ったよ。しかし、揚陸完了直後の M4 シャーマンの急降、加えて 155mm カノン砲ロング・トムの直接照準射撃、そしてやはり艦砲射撃の前にドイツ軍は敗れ、後退したよ。艦砲射撃の威力は凄まじく、ドイツ戦車は次々と撃破されていったよ。艦砲の一斉射撃のたびに、戦車の装甲は吹き飛ばされた。ドイツ装甲部隊の指揮官は、26トンの4号戦車も巡洋艦にはかなわぬと賢明な結論を下した。敵は背を向け、海軍の砲撃が届かない丘に向かって敗走した。とアメリカ第2軍団の指揮官ブラッドレイは書き残しているよ。地上での戦闘の間、ドイツ空軍とイタリア空軍は積極的に攻撃を敢行したよ。連合国軍は枢軸軍の航空攻撃で駆逐艦マドックスをはじめ、多数の艦艇が沈められ、また傷ついたよ。この攻撃を受けつつある中、パットンは枢軸軍地上部隊への次なる一手として、第504落下傘歩兵連隊を前線の背後に降下させる作戦を取ったよ。このため、7月11日の夜に144機の C-47 輸送機が2000名の空挺兵を積んで、シチリア島に接近したものの、輸送機体通過の告知を徹底していなかったよ。結果、輸送機体はシチリア沖の連合国軍艦隊、地上の対空砲部隊、挙句には遊軍戦車の砲塔装備の機銃に対空砲火を浴び、次々と撃墜されたよ。輸送機は23機が破壊され、37機が大破。200名から400名もの空挺隊員が犠牲となる、第二次世界大戦における最悪の、フレンドリー、ファイアーの一つとなったよ。アメリカから欧州まで出てきて味方に撃たれたらたまったものではないわね。この直後、今度はドイツの第一降下傭兵師団の先遣隊が、A 第8軍正面のカターニアに対して降下を行ったよ。この降下は、ドイツ軍増援部隊の到着を告げるもので、この後、第一降下傭兵師団の主力に加え、第29装甲敵弾兵師団もシチリアに送り込まれたよ。ハンス・バレンティン、フーベ装甲兵大将の、ドイツ第14装甲軍団の司令部もシチリアに移され、彼はドイツ軍部隊の指揮を取ることとなったのぜ。しかしフーベの目的は、敵の進軍スピードを落とすことで、現有兵力をイタリア本土へ送り返すことを目的としていたよ。大量の捕虜を出したチュニジアの戦いの二の舞を避けようとしていたのね。これは、イタリア軍司令官のグッツォーにも同意見であったようだよ。得意軍は新たな戦略として、東海岸のカターニアから、エトナ山を迂回し、北部のテレミア海に面したサント、ステファノ、ジ・カマストラに、至る新防衛線への交代を行うこととなるよ。英軍はこの頃、メッシナへの北上を続けていたけど、ドイツ軍の反撃で多くの損害を出し、進撃は進捗しなかったよ。ここでモントゴメリーは作戦を変更し、A 第30軍団にエトナ山麓を迂回させ、西方からメッシナを叩くこととしたよ。単純な迂回作戦ね。しかし、この作戦のために使用しなくてはならない道路は、当初の作戦上アメリカ軍の割り当てであったよ。では、ちゃんと連絡しなくてはならないわね。ところがこのモントゴメリーという男は、当初、アメリカ軍にも上官のアレグザンダーにも報告しなかったよ。アレグザンダーはこのモントゴメリーの行動を知ると、この作戦行動自体には賛成し、パットンに対して、イギリス第8軍の側面を固める、ように命じたよ。このことに激怒したのはアメリカ第7軍を率いるパットンであったよ。このままだとアメリカ軍は永久にイギリス軍の後陣を廃しなくてはならないのでは、という考えが彼を逆上させ、チュニスへ飛んだよ。パットンはアレグザンダーに対してこう述べたよ。閣下、本艦を今までの制約から解放して、命令を次のように、変更していただくために参上しました。第7軍は直ちに北西部と北部に向けて進撃し、パレルモを占領すべし。アレグザンダーはパットンの激怒に驚き、即座にこれを許可したよ。7月19日早朝より始まったシチリア西部へのパットン軍の進撃は、
素早いもので、米第2機甲師団と第3歩兵師団はわずか4日間で160キロも進撃したよ。このチャンスを逃すまいとパットンは部隊を進撃させ続け、22日にはかつてのシチリア王国首都、パレルモを制圧したよ。パレルモを米軍が陥落させると、アメリカ第7軍は方向を東へ転じ、メッシナを目指すこととしたよ。モントゴメリーより先にメッシナを取ってしまえ、序突猛進のパットンの撃によりアメリカ軍は強行を繰り返したよ。この間、ドイツ軍は地雷を仕掛けたり、橋を爆破したりして妨害したよ。特にシュタイヘのブービートラップはアメリカ兵を激怒させ、それはしばしば捕虜虐待へと繋がったよ。8月の初秋、パットンの部隊はトロイナの町でドイツ軍の防御陣地にぶつかり、ドイツ軍の頑強な抵抗を強引に排除した結果、500名を失ったよ。強引に突破すれば戦死者も負傷者も増えるわよね。米軍を指揮するこのパットンという将軍は、激烈な性格をしている代わりに、野戦病院で負傷兵と語らうことを忘れなかったよ。ブラッドレイは、病室を見舞うのに、常時ほど時間をかけた司令官は滅多にいない。彼は、そういう負傷兵の包帯をした姿に、彼が最も敬意を払う、勇気の印を見て取っていたからである。と、パットンの負傷兵慰問について述べているよ。そんな彼は戦争神経症、現在でいうところの戦闘ストレス反応を示して、入院している外見は無傷の兵士、に対して怒りを爆発させたよ。神経がどうした？お前はただの面汚しの卑怯者だ、このバカ野郎ね。パットンは拳銃を引き抜き暴れたよ。お前のような奴は、影を背にして銃殺されりゃいいんだ。いや、俺が自分でこの場でお前を即刻射殺すべきなんだ。このバカ野郎め、戦争神経症だと、そんなもの、ユダヤ人のでっち上げに過ぎん。この一連の発言と共に入院する兵士を追い出したこの事件は、後々彼にとっても尾を引いてくることとなるよ。パットンのアメリカ軍は、メッシナ攻略を急ぐあまり、アメリカ海軍を説得して上陸要選艇による海上陸すら行って先を急いだよ。しかしこの頃すでに、ドイツ南方総軍司令官のケッセルリンクは、ドイツ諸部隊に対してメッシナ海峡を渡ってシチリアから撤退せよと命じていたよ。この判断はヒトラーの指示を待たずの決断であったよ。ヒトラーが領土を手放さないのを承知していたのね。ドイツ軍の海上輸送は合理的なもので、味方の500門の火砲が輸送を見守る中、一般市民と休暇兵を一切乗せずに粛々と運び続けたよ。ちなみにイタリア軍はケッセルリンクがドイツ軍に命令を下していない、8月3日には撤退を開始していたよ。こうして枢軸軍はシチリアから姿を消し、8月17日、数時間の差でイギリス軍より早くアメリカ軍がメッシナに到達したよ。シチリア島の戦いは終了し、連合国軍はシチリアの全土を掌握したよ。この戦いで A 第8軍の死傷者は1万1500名、米第7軍は7500名を失い、ドイツ軍は約2万が、イタリア軍は14万5000が戦死または捕虜となったよ。しかし枢軸軍の撤退行動に効果的な妨害が行われなかったため、約11万の枢軸軍と数千の車両、多数の戦車、火砲が島を脱出して、イタリア本土へと揚陸されたよ。アイゼンハワーは後に、海峡の対岸にも上陸するべきだったと、悔やんだけれども、すでに時遅しであったよ。この脱出した兵力は再編成され、イタリア本土防衛の戦力となっていくのだったよ。今回はこの辺りで終わりにしようと思うよ。ご視聴ありがとうございました。